なんかもったいないやら早くやりたいやらっていうこの気持ちってなかなかないっすよね。しかもこのカチャッて開けるやつってあったっけって言ってるんですよ俺前から。追加コンテンツはなかったと思うんですよねこのカチャッて開けるやつ。確かね南国まではあったかな。その辺ちょっと検証誰かできたらお願いします。ビオラさんかな、そういう検証する人。まあいいわ、ありがとうございます。いや1度1、1度2と2本の動画撮ってきましたけど、めちゃくちゃ面白いハプニングとか起きてますんで、そちらも ぜひハプニングってただ人やけど、ぜひ見てくださいお願いします。ってことでここは何、あ来た、久しぶりに人が来るやつや。しかも久しぶりに見にくい面や、めちゃくちゃ見づらい。あ通れんのよこれ、しかもトレーや、トレーのやつや。お投げれるここなんか、 あそこの隙間さ、ちゃんとそういうビジュアルであるなと思ったんよ。投げれるっていう隙間あるんかなと思ったら投げれるし、そういうのは嬉しいし。なんか乗るんやこれ、あれちょっと待って、チーズは何に使うのこれ。チーズはこっちか、ここの柵あるの知らんのやつ。いつもこれは、あ、入るんやね。ってことはチーズと玉ねぎやんなかんねんな。こうか、わからんわからん。ゴールドこ、あれゴールドこ、あれあの人、あの人たち、ゴール、あ、ちゃう、上や、普通にあるわ。これあの人たちに渡すっていう新しい仕様なのかと思ったやん。あの人たちが欲しがってるんだと思った、本当に全然わからん。こうか、ああゆかさんやったらこうしてるよね多分。あ違うわ、切ってからや。あゆかさんならこうしてないわ。俺何してんの、あ届くのね。効率超あり、だからいいよ、だからいいんですよこのゲーム。最初うまくいかないところがいいんだから。あんまり邪魔してないのあの人たち。ここね、あすっげえ久しぶりに燃えた。あ、ちょっとあまりにも下手すぎる。ちょっとごめんなさいね。こういう普通のど素人みたいなのもいいよ。パニクるわ。何やこれ、あ燃えてるやん、チーズや。ここ難しいかもしれない、なんかやりづらい。ここそういえば明恵さん投げ方を忘れたって言ってたから、あまりにもワンやりすぎて。明恵さんやったっけな、めちゃくちゃ遅い俺。こんなんある、こんなんある、こんなんある、ないね、こんなんないよ、こんなんない、こんなんないっすよ。ちょっとでも行こうと思ったけど、しかも切るの上ないな、わかった。265265 OK 520 OK。 ハプニングあると思ったら面白いんですけどね。まだねカオス的なところはないっす。カオス的なところはまあもちろん1の1、1の2、1の3やで、1の3やでさ、まだちょっと覚えづらい音楽やな今回。口ずさみづらい音楽やな。1で出るんやん。さあ1の3は、あ1の4がある。ってことは多分
多分か、カービィじゃない、ケビンで、カービィケビンで 5話で1ワールドに1カービィじゃない、ケビンで15ってことなのかもしれない。そういうのは前もそうやったっけ。ちょっと一番シンプルかもしれないですね、今回のやつは。 3個立て続けにファイターズチケットじゃねえや、それスマブラや。大群とかさ、リュックの難しさとかさ、その辺、リュックの難しさっていうのはキャンプファイヤーオブクコクオフっていうやつなんですけど、これは鶏肉でチーズを玉ねぎをやる係と分かれてるんですね。なかなかこれ難しいぞ。ハンバーグの位置が難しいんかな。あとやっぱりあいつは気になるな。あんまり邪魔じゃないと思ってたけど、この人たちやっぱ気になるわ。ちょっとあーなんかおっせー俺、ちょっと待って、あちょっと待って、なんか何入れたらいいかわからなくなるやん。ちなみにハンバーグに鶏肉入れることってあったっけ、今まで。あったかな。斜め若干入ってんな。あの人たちは仕事中なんや。違う、チーズじゃない。きついか。狙いが悪いな俺。ちょっと待って、また焼けるよ。あ、また焼けた。本当にまた焼けた。これ俺やり直しとかやるんやない、一応やり直しすればいいな。初見だけは絶対やり直ししないでやるやんな。そういうルールやな。自分に喋ってます今。あそこなんであんな焼けるんやろ、俺苦手だよな。ここ焼けるなんてないもんね。ずっとおばくくやってたらどんなステージが来てもピピピピ鳴ってるわけやからね。それはケビンっぽいな音楽。ちょっとなんかデッデッデレレレデッデ、斜めが若干入る。下にいるね。下で見て上か。これ上なんや。キャンプの、キャンプじゃないか、あれの。あ、はい。誰かに飛んでった。遠いね、めっちゃ遠い。赤さん、これ焼けんな。ちょっと喋るのやめろわ。喋るのやめるってたけど、ビオロさん来たら喋らなあかんやろ。それはもう、
ちょっと全然できないやけど、このステージ俺。しかもビオラさん来てる。ビオラさんといつもね、僕さえこっそりね、ハートの交換してるんですよ、別のゲームで。でも今日はこっちでハートの交換でした。1の1、1の2、1の3と左上に出るポッププッシュ通知が面白いです。見てください。って言ってもダメやな。5、4、3、2、1、お、いった。538で、あ、いった。え、いったよ、いったんや今ので。いやいやいや、本気やん。もう本気になってんてるやん俺。急に本気になるやつね、怖いよね。急に本気になるやつ俺です。急に喋らんくなってマジで、あと5、4、3とか言って順番入れ替えるみたいな。急に本気にならしてくれるゲーム、ありがとうございます。一ノ瀬さん、これケビンが出る？ケビン出るんや。やった。隠しステージがアンロックされました。ずっとここは一緒だよね、言い方は。ってことは一ノ瀬さん、一ノ瀬4ケビンってことなんですね。
楽しいです。引き続き今日は寝ません。失礼します。